はい、今日は山口県の和食チェーン店の代名詞ともいえる三堀峠さんの唐揚げが美味しいって聞いてたんですけど、まあ実際食べたことなかったんですよね。まあ三堀峠さんね、名前はよく聞くんですけど、系列店のとんかつ一丁、炉の屋、菜の葉とかこの辺りは行ったことあるんですけど、実はねよく考えたらね行ったことないんですよね。迷わずこの唐揚げを頼むと思います。いい感じの店構えなんですよね。はい、8時までの営業ですね。時短営業こちらもされてるようです。ファミリー層の多い三堀峠に一人で来る勇気、私ねお一人様は上級者ですよ。プラス200円で釜揚げしらすご飯ならこれにしよう。うどん丼もの、こんな感じか。牛カルビとかもある。和膳、御膳、やっぱ定番っていう感じじゃありますね。あ、やっぱ自慢の唐揚げってだけあって単品でもやってますね。ここは迷わず唐揚げっしょ。唐揚げの8個入りを、はい、うどんの種類ございますか。うどんの種類、ね、肉で、はい、でご飯をこれに変えてもらっていいですか。干し梅の試食がありますね。これ美味しかったらレジ横にあるから買ってくださいってやつでしょうね。ちょっと食べてみましょう。甘酸っぱくてうまいですね。はい、唐揚げの到着です。あー、いい感じの見た目ですね。でこれがしらすご飯にこれかけて食べるらしいですね。で小鉢もついて、うどんもついて、何気にボリュームすごいですよね。美味しい、感動って何度見てもボリュームありますよね。唐揚げね、サクッとしてそうですよね。見た目衣がつきすぎてる唐揚げっていうのもあんまり好きじゃないけど、これベストでしょうね見た目的に。まずはい、いただきます。まあ食べていきましょう、グダグダいけないでね。セットのうどんもそつなく美味しいですね。はい、そして唐揚げですね。これもう見た目からして美味しそうです。じゅわっとね、もう噛んだ時にね、サクの後にじゅわがやってくるんですよ、肉汁がね。でね、表面にね適度に塩気が効いててね、ご飯が進みますよねこれ。はい、カリッと音聞いちゃってください。茶碗蒸しに小鉢に、そしてサラダは残ってるのに全部唐揚げ食べちゃいましたね。でも最終的には全部食べましたよ。ごちそうさまでした。美味しかったです。最近ね、山口市の大内 TYS の手前のところに唐揚げのテイクアウトの専門店もオープンしてますね。まあね、やっぱ美味しいからね、テイクアウトで持って帰ろうって人多いと思いますよ。美味しゅうございました。